はい、皆さんどうもこんにちは。ずんだです。さあ、昨日に続いてですね、今日も、動画が上がることになりました。今日お届けする動画はですね、あれ以降、つまり S プラス1以降のガチヤガラの試合をですね、お届けしたいなと思います。まあ、この試合においてはですね、まあ、僕はそれなりにキルするんですけども、まあ、なんとですね、味方のチャージャーがめちゃくちゃ下手くそでですね、やっぱりチャージャーブロックした方がいいのかもしれないなっていう試合とですね、その後の反省点としてですね、僕よりはるかに上手い人にですね、ガチヤガラをいかにして守るかというね、講義を受けたところをね、収録いたしました。皆さんよかったら、ガチヤガラで腕前上げたいなと思ってる人もね、ちょっと見てみるともしかするといいかもしれません。まあ、ちなみに小ネタ2つあるんで、まあ、そちらをね、楽しみにしていただければいいなと思います。ではまたお会いしましょう。ずんだでした。いやー、これ当たるか。ソイ中か相手。ちょっとこれ動き変えるか、少し。右がいいのか。おしまあプライムのロングも似たような立ち回りできるからあれかもな。さほど苦労はしなさそうだな。やれるそれ。ああごめんインクねごめん。悪くはないな。いやー、まあ、やりたかったのよ。やれないのそれ。やー、まあーごめん。味方もうちょっとこれ近づいてやれないの？嘘だろこいつら。俺は、またチャージャーかな。いや、へったくそだな。マジでな、俺頑張ってもなんでこの味方弱いんだよ。日本国憲法にはね、まあ、チャージャーがいる試合で負けたらチャージャーのせいにしろって書いてたんだけど。いや、マジもう俺の中の憲法でもそう書いてあるよ、もう。自主憲法でも。もうちょっとキル取れないのかな。チャー使いはやっぱろくでもないってことかもしれない。マジでろくでもない、チャー使い。いや、マジうま俺。怖いんだけど、今のめちゃくちゃうまい動きだったと思うんだけど、前代未聞でうまいわ。保存しましょう。ピしましょう、ピ。ちょっとピして余裕が。ピできた。ピできたけど、今、熱が。できたか、今。もう一発当てればいいだけじゃない、今の。いやーやー今のスクイックリラグいでしょ、ちょっと。そこ飛べんの？ああ、ナイスナイス。よしよし。いいね、いいね。そこまで行くのでかい。うぜえ、こいつ。なんとか止めたい。ヤガラ絶対奪われちゃダメ。ヤガラ奪われるの禁止。ごめんよ、マジのビーター1個やられて。ごめん。ごめん。いや、いかん。33個。あー、これは、やっちゃったな、これ。おっ味方のうますぎる、お前天才だ。ありがとう、天才だお前。こんなうまいお寿司を見たの私初めてでございます。いや、この人天才マジ。慎重に後で動きたい。さっきのはやっぱり焦り気味だったんでちょっと危なかったですね。うん、わかる。確かにちょっと焦り気味だった。もう慎重に行きたい。よし、僕が矢倉止めるときに心がけてるのが、まあ、こっちだったら有利取れてるときは、うん、まあ33カウントまでに間に合えばいいかなっていう感じで。ああ、なるほど。だからそのギリギリになんか、うん、ギリギリまで様子見て、でいけるタイミングでやっぱ出るっていう。ああ、やっぱそうで、どうしても、うん、どうしても無理やったらそのカウント次第やけど、まあ、うん、そのカウントが逆転できるカウントやったらスルーして、うん、やばいちゃうやばいよこれ。俺もうこういうの嫌なんだよこのゲーム。何なんだよこれ。うん、ここら辺まで来ればいいのか。ここ確かに届きそうだな。普通に届いてるもんね、今この段階でも。はい、思いっきり、うん、最大限ここからこの辺か、ここだよな。まあシャージャーちょっと気をつけながら、はい、もうちょっと前出れます。待って、この辺もうちょっと前出たら、はい、あのその金網のこの辺、この幕府らへんとか、一回。まあ、これ届くね、完全。うん、ここなら絶対。ああ、届きます。ここ。ああ。ちょっと、で、ああ、今、最後、端くろう。まあ、相手だと、ああ、そうか、爆弾をまず一発投げて、矢倉に、反対側に来るようにすればいいか。やっぱそれ、楽なんですけど。ああ、それここまで届くもんね。もう普通に届きやすいね、楽とか。ああ。これちょっと当たるんで、そこから。きついな。まあ、そういう感じでボム転がしたり。まあ、ボム転がして落としながら、まあ、こうやって、なんとか、ボム一回投げるとかなり、なくなるね。あ、これ届くもんな。ここもね、うん。逆に上から打ったら、あー、届かなるんだ。あー、届かんか。もうちょっと前でないと届かなくなるんだ。あー。ジャンプしなくてもまあ。まあ上目線でやれば。だいたい45度ぐらいで。ああ。ラピは届いちゃうもんね、こっち。ラピの方がもう長いもんね。はい。そんな感じですよね。まあ止め方としてはもうそこまで来られたらもうこっから止めるか。まあでもここ降りたところで止めるのはちょっとリスキーだよな。降りるとね、うん、その、相手はやっぱ、もうちゃんと見えるっていうかな、全身見えてるけど、こっちはね、上半身しか見えなくなるのがね、不利なんですよ。やっぱまあ、なるべくここでやっぱり止めにかかるしかないよね、結局。そうですね。ここの止め方はどうやらそれで良さそうだな。第三関門来て、第三関門はまあここの横からかな。まあ、その場合は相手もだいぶ入ってきてるけど。まあ第3関門まで行かれたら大体負けてるんで、負けてだからね。まあここでなんとか止めるって、まださっきもう降りないでここからパッと出てパンパンパンって気をつけるならここの車線。あ、ここ来るか。これ普通にちょっと当たるって、まあ何やろ、これだったら、うん、ここ壁ってことはまあ寿司でも届きますね、これ多分普通に。ああ、ほんとそれを気をつけて、あと、こうバーって、だれたり。ああ、そっからパッと出てこられるか。それが怖いかなって感じなんで。いや、そこだよな。だからまあ、2人がかりだったらやっぱり楽なんだろうけど。そうだよ。だから、出るときに、ちょっと、一気に出ないとやっぱり、なるべく。ああ、一気に出て、こう、緩急をつけると言うべきか。まあ、確かにそれしかない。今のうまっ。そうね、確かにこの壁すごい強いんですよね。ここね、打ち合ってて、不利になったらここに隠れちゃって、ああ、で敵がどう出るか伺いつつ、なんか考えるっていうか。なるほど。少しでも時間稼げたり。ここってさ、いるとブラスターの声食らうのかな。ああ、普通に食らいますよ、これ。ブラスターやっぱ食らっちゃうんだ。ダイナモンも縦振りというか横振りの曲者で当たったりか、たまに。あの辺りの相手するときはもうしょうがないんだろうな。あれ。あ、大丈夫。まあ、あと、ここまで塗っちゃって、このまま出たりするとか。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、プライムやったらそんなに。まあ、プライムこの動きはあんましない方がいいかもしれんな。こう出たりしますし、ね、この壁使うの大事っていう。ここ確かに使い勝手いいよな。これで左にこう行かれても、まあ、ここだったら絶対届くからね。あ、ここの遮蔽物あるんか。そこ？あ、これ使える？これ使える？これは化け物だろ。これありかもしれんな、これ。あ、これやばい、これ。ダメだろこれ。マジか。ここ使うやついる？これ化け物だろこれ使うやついたら。ここ遮蔽物あったのか。じゃこれ、あ、これワンチャントーピード投げられて。ワンチャンで通る。これ使えるな。この板ガラスすごいな。いや、この板ガラスそんな風に使うやついたか世の中に。これやばいな。これだってそこいながらこっち打ってくるってことでしょ。いや、これ。でも俺もワンチャン別にプライムでも、まあ、こうか。ロングだったら。まあ、ロングだと爆風あるから、やっぱここの後ろの敵に届くもんね。ここ使うやついるか。まあ、いるかもな、確かに。これ、ワンチャン確かにありかもしらん。ああ、ちょうどいいね。ああ、入るね。いや、これかなり、まあ、ちょっと、軽く練習いるけど、まあ、確かに、いや、これ、浅見さん、そこにいても、だって、俺も。これは、キャラコン必須ですよね。まあ、正直、これは、実戦で使うことはあんま考えなくていいですよね。ああ、まあ、そうね。まあ、そのうちプラビで使おうかな。ね、ワンチャン、みんなびっくりするかもしれない。オンラインさん、こういうネタ好きそう。ああ、だからオンラインさん見たかったんですよね。ああ、これ、確かにな。いや、ここ、いや、こんなのにな。このポジションから見れたりするんで、確かに。で、様子見てこっち行ったり、はい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 、壁使いながらか。前線だったらそのままこっち行って無理やり詰めに行って。そうね、これここ行けんのね。俺この間知ったんだけどさ、びっくりで知らなかったからさ。これ僕もこれ今知ったんですけどこれすごいなと思ってさ。こう行けたんか。そうか、ほんまや。ね、ここいけんの強くないこれ。あ、これ、また生まれてしまった。はい、皆さん、ここまでね、見ていただいてありがとうございました。私、ずんだのね、ゲームチャンネルにおいてではですね、スプラトゥーン2を中心にですね、アマンガスをやったり、桃鉄やったり、やらなかったり、他のゲームやったり、まあ、あるいは本を紹介したり、服を紹介したりね、まあ、いろいろやってますんで、もしよかったらね、高評価&チャンネル登録をよろしくお願いします。かなり厳しめのことも言ったりしていますが、まあ、あくまでね、私の悲観的なものの見方でもってね、語られることごとなので、そんなにね、気にしないでいただきたい。ただ僕はちょっと楽観視するようなことはどうしても人生できなくて、どちらかというと悲観的に思ってるぐらいが人生ちょうどいいんだよなと思ってる人間なので、そのあたり受け入れてね、くださる方っていうのは、まあ僕のチャンネルをね、登録していただけると幸いです。ではまたお会いしましょう。ずんだでした。